初のデートで行きたい場所といえば最初のデートですよ。難しいこれ。インドア。これ難しいです。好きな人ができました。初めて両思いと気づきました。さあじゃあ2人でデートしよう。インドア。インドア定番あそこしかないですよね、行きたい場所。分かった。これうまっちま絶対に当てなきゃいけないところね。うん、はい、これ絶対。はい、はい、せーの、よいしょ。映画館、映画館、映画館、映画館。ここはですね、いや正解でいいんですけど、みんな鎌倉って書いてほしかったですね。そうですよ。鎌倉の映画館、鎌倉の鎌倉。いやいや、いいよ、正解でいいよ。正解ですよ。正解ですけど。いいよ、正解で。イン鎌倉。イン鎌倉。私も書いた。鎌倉。さあスマップチーム、これは正解するでしょうか。さあそれでは参りましょう。スマップチームこちら、せーの、よいしょ。えスカイツリー。あー映画だ。映画、映画、うん、いや悩んだんだよ映画が全然。3-1の構図だ。うまくいかねえな。ちょっとバランス悪いね。 2-2 はちょっと、ね、笑えない。いや、一人ボケにしましょうんだよね。お前がいけないんだよ。そう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 だね、映画だ。お前はいい、大丈夫、これでいい。いいいいいい、正解。俺俺俺正解。俺だよ俺。すまないな。俺は俺だ。さあ続いてのお題こちら。可愛い子がいる女子スポーツ部の部活といえば。難しい。いや難しいよ。何これ。あれでしょう。ちょっとスマップちょっと不利だね。だって遠い昔の話だからさ。給食といいさ、最初のデートといいさ。さあそれでは今チーム、せーの、こちら。テニス、テニス、バレー、バレー。あー2-2だ。うわ迷った、そっちと。あ私も迷った。お互い迷ったのね。迷った。え長澤さんどうしたの、何迷った。いやフィギュアスケートって間違えて書いちゃってすいません。あんまないからね、部活ないフィギュア入らないね。スマップ見ててください。はい、カトリ分かってんだろう。せーの、よいしょ。まあ普通でしょ。テニス、テニス、新体操、バスケ。どうしたの、何ベタになっちゃったの。何やってんだよ。なんかやれよ。あんだよ、なんかあんだろ。ソフトボールとかさ、水泳とか。最後こちら、合わせないと。あこれはさ、あこれはでも興奮する色といえば、どういうこと。興奮する色、あれだよね。あれですよね。興奮するってなんだろう、熱くなるとか。さあそれでは参りましょう。海町チームはこちら。赤、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 正解。2回目は私たち赤。さあそれではやった。スナップチーム、興奮する色といえばこちら、せーの、よいしょ。白、紫、赤、赤。五郎ちゃん、なんでお前本気のこと書いてんだよ。マジのことじゃん。なんだよ紫でしょ。なんだよそれ、思いっきり私生活の夜じゃねえかよ。だって紫って人がちょっとムラムラする紫でしょ。興奮だからそれ、ムラムラだから。あそうか、紫ってちょっとなんか興奮しやすいとかって深層心理ゲームとかに出てくるんじゃん。そういう本気なやついらねえんだよ。赤でいいのよ。海町チーム勝利。